こんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日そう三つ編みしました。超久しぶり。1年ぶりぐらいにした。こんばんは。綱ね、楽しかったです。いつも久しぶりだったんだけど、1ヶ月ぶりぐらい、約楽しかったです。ありがとうございました。そう、ポジションもね2回目とかだったんですけど、そう、初めてやる日よりもなんか緊張したかも。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。アメピはいつぶりだろう。アメピ、前回、アメピじゃなかったんだよね。アメピはいつぶりなんだろう。こんばんは。こんばんは。そう、4月8日もあるの。言うてもうほぼあさってみたいなもんだよね。言うてあさってみたいなもんですね。今日終わったら。早いですね。こんばんは。角度的にみーちゃんのことガチで蹴ってるように見えちゃった。さすがにそんなことしません。ちゃんと曲げて蹴ってますから。あれ伸ばして蹴ってたら確実に当たってますね。でもちゃんと大丈夫。自分の足のキャパは分かっているので、だいたい届くだろうなとかは分かるから大丈夫です。そう、ちゃんとわかるから。 私の足の可動域はね、ちゃんと把握済みなので、私の頭の中で。こんばんは。足長くなってるかも。なってるかな。なってればいいんだけどね。14日当たりました。14日は何だっけ、14日は鉄の
需要か鉄な鉄なか15は S だよね。だってさもう公演がさ今月多分めっちゃ多すぎて頭ごっちゃごちゃかも。今月次が鉄なでその次に S があってその次鉄なでその次 S 4月公演多いんだよね。そうでも本当に今日もペンライトたくさん見えてうちわもありがとうございます。こんばんは。今日周りには赤と黄色いなかった。ね、あなたの後ろにいました確かに横にはいなかった。横にはあんまいなかったけど後ろにね集まってましたね。あと上手かな。でも上手ねなんかポジションがいつもと違ったからね本当に上手に行かなくってほぼ下手にいたので今日はそうなんか行ってもなんだろうなんか真剣な曲なんかあのロープの友情とかなんか本当なんか火曜水曜とかそっちら辺にしか行かなくてなんかちゃんとファンの方を見れるような曲がそうあんまりね神手がなかったんだよね。でもちゃんと見てるよこう隙間からこうやって見たりとかして極端なんですよね私がやるポジションがね。神手ばっかの日もあればさ下手ばっかりの日もあるしねすごい申し訳ないんだけどもでもちゃんと見てます。見てないでしょって思ってると思うけど私の目には見えてるんで大丈夫です。まあ、お見送りでもねちゃんとねお話できるしね。そうロープとか火曜水曜も目を合わせてないだけでちゃんと見てるよ真剣な曲だから目合わせはしないけど見てる隙を狙って。今日はでも最前も結構ファンの方赤黄色見えたりとか真ん中ブロックも多かったか真ん中立ち見も多かったな。なんかでもどこでもいっぱい見えました。ありがとうございます。こんばんは。そう三つ編みさそう S だとあんまやりづらくて髪崩れちゃうかなと思って手つなでやってみました。 S だと頭4曲で崩れちゃいそう。そうで三つ編みしたんだ久しぶりに。 S はね頭が激しいからね頭曲がそれで取れちゃいそう取れちゃいそうっていうか崩れちゃいそう。こんばんは。やっほーこんばんは。早く公演応募したい。待ってます。15もあるみたいなので15が S あるみたいなのでお待ちしてます。三つ編み1年ぶりなのどれきでした。あんまやりたいやりたいっていうかあんまやろうと思わないんだけど最近よくなんかみくるがやっててそれ見ててすごい可愛いなと思ってたんですけど S でやるのはなんかあれだなと思ってたから手つなでやってみたって感じ。
つ編みにやってる。ありがとう。こんばんは。すごい、何これ、何このギフト、ね、ちょっと待ってね、これありがとうございます。びっくり、急なギフトにびっくり。ハズレみたい。あ、これハズレなんだ。ハズレとかあんの、これに。どういうこと。こんばんは。三つ編みかわいい。三つ編みでもね、そう、崩れちゃうのがね、気になっちゃうんだよね。公園向きじゃない、なさそう。なんかでも撮影でやろうかなと思わないけど。花見でえなちゃん、あ、そう、お花見行ったらチーム K2 の皆さんとお会いした。昨日ね。そう、すごい、めっちゃなんか可愛い人がいると思ってパッて見たらえなちゃんとルカさんだった。でその後、そう、全然一緒にいたとかじゃないんですけど、そう、めっちゃ可愛かったです。こんばんは。意外とでもメンバー同士で会うみたいなことはね、別になんかこのお花見とかに限らずって感じなんだよね。意外となんか見たりする、見かけたりとかはしますね。別に声かけるとかじゃないけど、そう、見かけたりは全然する。こんばんは。そう、今日前髪切ろうと思ったんだけどさ、めっちゃ忘れてた。超ギリ、今日はね、ギリギリまで寝てたので切れませんでした。切ろうと思ってたけど無理だった。こんばんは。
まだ名古屋なので気をつけて帰ってください気をつけて帰ってください。 SK の公式 LINE のページあるのかな、逃げずに返信してみて。そう最近ね、そう公式 LINE が動き始めたみたいで、 SK の私のもあると思うので送ってみてください。私のも見たことある人はいるのかしら。こんばんは。そうメンバーからのね、なんか返信みたいなのがあるらしくて、そうぜひ何か送ってみて めっちゃ朝早くに届かない？ 7 時とかに届いてるよねギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。起きるとあ、来てるってなってる毎回。何か送ってみます。送ってみて。朝7時に起きて、朝の7時に来ておきますね。でも私それで起きるってあんまりなので、あんまりなので通知切ってます。まあでもなんかそういう公式 LINE みたいなのは全部切ってる。そう結構目覚ましのさ音をさ大きくしてるからさ、その音で通知も来ちゃうので、そう結構だって7時に来るって考えたら、7時半とかに起きるってなったら30分前とかにさピロンって来るって考えたらさ、ちょっとさあと30分ちゃんと寝れたじゃんってなっちゃうから、そう切っちゃってます。こんばんは。ギフトもありがとう、ありがとうございます。食べ物系のギフトだと本当お腹すくね、ちょっと こんばんは。今日はね、何食べたっけな、朝お家出る前にコップ一杯のカフェラテを飲んで家を出て、でおにぎり2つ食べました。公園前に、あ、でカフェラテも買いました。って感じかな。美味しかった。なんかね、あのなんだっけ、ネギトロ、ネギトロなんたらみたいなやつ食べた。ネギトロと何かが一緒のやつ記憶曖昧すぎ。そうネギトロと何かが一緒のやつ食べました。美味しかったです。そうなんかが一緒だったんだけど何かが分かんなかったな。そう、ただネギトロって文字に惹かれて買っちゃったって感じあとグミをちょこちょこ食べてたかな。そんなんですかね。
んばんは。私はもう本当にあんまり、なんだろう、朝ごはんとかを食べてからお仕事に行くことがあんまりなくて、最近、昨日その前ぐらいは食べてから行ったんですけど、それも本当にギリギリまで寝てたいみたいな人だから、本当になんか家で出て集合時間ぐらいの頃にはもうお腹がペコペコすぎてもう倒れそうみたいな、もうひょろひょろで行くんだけど、そうだからお弁当を楽しみにリハを頑張ってみたいな感じです、いつも。こんばんは。この後日記書くの、書こうかな、どうしよう。でもちょっと昨日書いたんだよね。昨日ね、何日か書いたんです。昨日3月22日の書いてるわ。だからあと何日分くらい、結構あるね。本当に2週間分ぐらいある気がする。結構持ったかなと思ったけど、多分ちゃんと2週間分ぐらいありますね。やば、ちょっと日付だけ書いとこう。あ、待って、最悪、やらかしてる、ボールペン出しっぱなし、もうやばいかな、書けないかな。3月23日、あ、いけました。23日土曜日、オッケー、日付だけ書いて、何したか忘れて。そう、私もね、そんなもう1週間前の出来事なんて本当に覚えてないので、よくスケジュール帳見たりとか写真フォルダ見て思い出して書いてます。そう、だから毎日ちゃんと書けばいいんだけど、そう、内容が気になる。いや、本当にないです、内容とか。なんかもう内容はマジでないです。特に何も書いてないですね。本当に、なんだろう、たくさん寝たとかそういう感じです。たくさん寝た、たくさん寝たとか、今日はドラマ見たとか、そういうの、スタバのドーナツ食べたとか書いてある。あと何時に寝落ちしたとかね。絶対にそんなん書かなくていいのに。まあでもそれもさ、見返してみたら確かに、ああこんなことしてたんだってなるから。そう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 、あとはね、お寿司食べに行ってプリンが一番美味しかったとか書いてあるね。お寿司じゃないんかいってね。まあそんな感じです。言ったでしょ、だから内容そんなないって。あった、危ない危ない。
ハローアゲインっていい曲だねって書いてありますね。いい曲だと思ったんだろうな、その日に。面白いです。そんな感じです。めっちゃ寝てた、いつもだけどこの日は異常に寝てたかもって書いてある。一行意味わからん。一行って何？もう日記とかじゃなくない？とかすぐボイトレ行ってすぐ帰ってパン食べてずっと寝てたって書いてあります。意味がわかりませんね。確かに日記というよりメモやん。寝てるの、いや本当になんかほぼ寝てたって書いてあるかもしれない。ザードさんは素晴らしいって書いてある。いい曲とかじゃない、素晴らしいらしいです。その通り。いやでもね、公演の日は今日はこの髪型したよとか、今日はちょっと顔のコンディション悪かった良かったとかも書いてありますね。ここのポジションしたよとか、今日はユニットこれだったよとかかな。こんばんは。私でも本当になんか日記も書くことも好きなんだけど、好きっていうかいいなと思ってるんですけど、文字を書くことが好きなんですよ意外と。そうだから続いてるって感じ。そうなんか文字書くの好きなんで、あんまさ文字っていうかなんか書くことが減っちゃって、もうそのか書いていかないとさ、書けるものも忘れてっちゃうなと思って書いてる。こんばんは。まあこの後ちょっと頑張って書こうかな。2週間もあるらしいけど、こんばんは。髪型かわいい。そう今日は久しぶりに三つ編みをしました。でも見てわかると思うけどね、ちょっともうパヤパヤしたのが出てきちゃってる。そうちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってる。そうここもね巻いてもらってたんですけど、そうもう取れかけ。こんばんは。
今日ほんと家出る20分前とかまで寝てたのに眠たい。こんばんは。公演はね、基本メイクさんが髪型をやってくれます。やってくださります。自分でやることはないですね。お仕事はなんかファンの方に立つような、立つ前ん、ファンの方の前に立つお仕事は基本メイクさんがいらっしゃってやってくださるって感じなんですけど、ラジオとかトーク会、握手会とかはいらっしゃらないです。自メイクです。さすがに私は三つ編みはできないですね。自分でやり方は分かるんだけどね、そういざやるってなると無理できないっす。仕組みは分かるのよ、どうなってるのか分かるんですけど、そういざ例えば自分の髪の毛でやってみるとかはできない。メイクしてもらうの好きですか？え、好きです。メイクしてもらうのあんまりなかなか機会ないけどね、メイクしてもらう機会は。なんかほんと違う自分に慣れた気がするから好き。やっぱ自分でメイクするってなるとさ、なんかもうなんだろう、ここはこういう風にやりたいとかっていうのがあるけど、メイクさんってそういうのとかじゃなくて、本当になんか自分に似合ってるような感じのとかをやってくださるので、そう勉強になりますね。でもなかなか本当に自分でメイクすることしかないので、お仕事でもそんなしてもらうみたいなことはないから、そうだね、自分でやっちゃうかな。こんばんは。いつも髪綺麗ですよね。髪の毛はね、そうだね、気を使っていますねそれなりに気を使って生きています。でもなんかめちゃめちゃこれだ、これがないって嫌だみたいな、まあ確かにあるけど、うん、え、前はでも本当にお家で使ってるシャンプーを持ってってたりとかしてたかな、同窓会とかでホテル泊まるってなった時とかは。でも今はね、もう薬局とかで買っちゃいますね。あの一回なんか使い切りタイプみたいなやつを買ってる。まつげもきれい。こっち今日うまくできた。きれいじゃない、こっちのまつげ。こっちはね、ちょっともう下がってきてる、まつげが。こっちはいい感じです。
そう、もうこっちはまつげパーマがね取れかけてるんです。取れかけてるとかもうめちゃめちゃ取れてる。そうだからちょっとダメですね、ボサボサです、まつげが。こんばんは。三つ編み幼く見えるね、幼く見える、ちょっと若返りちょっと若返りじゃない、ちょっと10代だわこれは。17ぐらいならいけそう、17歳ぐらいな、ちょっといけそうですね。制服着たら完璧、完璧かな。いやでも本当になんかまたここ最近で制服姿のなんか高校生とか見ると本当になんか胸が痛むもう戻れないんだって思うと悲しくなっちゃいますね。しだしなんか最近だとさ、なんかスーツとか着てるさ新卒の方とかを見るとさ、頑張ってるってなっちゃいますみんな頑張ってるってなる、みんな偉いよって思ってます、心の中で いやでも本当にみんな毎日頑張ってます、本当に偉いです。そう昨日もお花見でさ、なんかスーツ着てる人とかいてさ、そうすごいなんか春を感じたそう桜と一緒に写真撮っててさ、すごいおーってなった50分になったら終わります。本当に今日こそ前髪切ろうか、今日こそっていうか次の公演までには切らないと、本当に長い前髪が。こんばんは。今日はでもギリ耐えてますね。
そう、家出てから気づいたんだよね、切るの忘れたことに。うわー、そういえば切ってないと思ったんだけど、どうにか頑張ってみた。そうでもあんまね、そうくるってね巻くのが好きじゃなくて、なんかほぼ巻いてないみたいな感じなんですけど、ちょっと熱通してるかなぐらいで。そうなんかこうなってるのがねあんまり好きじゃない。そう前髪ってね本当にねちょっと切るだけでだいぶ変わるからね。そう逆にそのちょっとが難しいんだよね。美容師さんに切ってもらうとそんなに違うのかってなった。うん、だいぶね違いますね。なんかこことかは自分でなんか上手に切れても、この辺とかは自分で切っちゃうと多分事故る。そう事故ります。そうここはどれだけね自分で切ってもまあ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 って感じなんですけど、横の毛たちは本当に触らないですね。自分も美容師さんに切ってもらいます。ちゃんと整えてもらうか、本当メイクさんにちょっとお願いしますって言って切ってもらう。直角は何かこだわりある？多すぎないことかな。これでもね今だいぶこっちに入れてもらってて、そうだいぶこれのあとこれの倍ぐらいあるのかな今。そう多すぎてもねちょっとなんか重たく見えちゃう。重たく見えちゃうっていうか、なんか そんな多くなくてもいいねってなるので、そう隠してますこっちに。あとは長すぎないことですかね。もうまだ大丈夫だけど、この辺とかなってくると多分だいぶ長いので切ってもらうかなって感じです。今月公演多いとあれだな、髪型に悩みそうですね。またもうなんなら次の鉄のまで割とすぐだから、どうしようかな。もう何をやってないとかもさ分かんなくなってきちゃうから、よく自分のこう SNS を見てさちょっとは確認するんですよ。前回何やったっけみたいな。こんばんは。リフトもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。
東京着いた。あー、ありがとう、来てくれて。遠いところからお気をつけて、お家まで帰ってください。本当に公園以外で外にいた方もいる方も気をつけて、夜遅いから気をつけて帰ってください。雨降ったり止んだりで変な天気ね。今日もさ、携帯見ててさ、ふとパッて前向いたらさ、通り雨みたいな、そうザーみたいななってて、めっちゃ焦った。やばい、傘持ってないって思って、えっと思ったけど、全然外歩かなきゃいけない時にはもう止んでたから大丈夫だったけど、通り雨も通り雨すぎて、なんかすごかったえみたいな、急に雨じゃんと思って、しかもめっちゃ結構強めの雨だったんですよ。そう、ゆっくりして、そうお昼ね、そう結構焦ったよね。えみたいな、持ってないよ傘、どうしようと思ったけど大丈夫でした。極力傘持ちたくないからさ、そうだから結構焦った、本気で。え、また傘買わなきゃかなってぐらいの雨だったんですよ、強すぎて。私結構なんか小雨とかだったらもう、まあ、帽子かぶってることとか多いから、まあ別にちょっとぐらい濡れてもいいかって気持ちでわーって歩くんですけど、そう、それができないぐらいの雨だったので、そう、マジでびっくりして、ちょっと本気で焦りました。いつも編み可愛すぎ、嬉しい。ちゃんとここも編み込んでもらいました。ここ可愛いでしょ。またいつかやります。そう、久しぶりにやったから、1年ぶりぐらいにやったので、なんか不思議な感覚って感じそう、でも S であんまり三つ編みしたことないから、 S でできればいいけど、崩れちゃいそうだなと思って、毎回怖くてできないけど、でももうちょっと長い方が可愛いよね、きっと。髪切ったばっかだからなんか短く感じる。そろそろ時間っぽいので終わろうかな。ありがとうございました、みんな。今日も一週間お疲れ様です。もう金曜日なの早いね。ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとう、またね、おやすみ。ありがとうございました、バイバイ、おやすみ。